そういえば過去に戻ってきた世界でドゥルダに来るの初めてだったね。あれ、この女の人は牢に教えてくれた人だよね。ユグナーの王子チョメ、ドゥルダ教へよくぞ参られた。私は里の大使を務めるニマと申します。ニマ様も生きてるじゃないか。いきなりで驚いたかい？堅苦しいのはここまでにして、まずは訳を話そうか。ドゥルダは古代よりユグノアと縁のある里。そう、これはもうね、聞いたから以下略にしましょうか。お久しぶりです大使様。今まで顔を出せず申し訳ありませんでした。でもローグランドクロス覚えてるんだよね。もうなんだいその顔は、まるで死人でも。そうなんですよ、もう死の世界であったからね。空に現れた黒い太陽、あれから邪悪な気をビンビン感じるのよ。その名も連舞闘技場。まあね、やりましょう。これレベル80まで上げてます今。お主たち早速修行に挑むぞ。この牢を遅れを取るなよ。エッチな本が。前言撤回。やっぱりあんたは何も変わってみないみたいね。久々に特大の一発をお見舞いするよ。お尻ペンペンの刑だね。あひゃひゃー、なんかローさん喜んでるじゃねえか。3本に話すんだ。挑戦メンバー3人初回クリアが、なるほど、天罰の杖いろいろあるね。じゃあもうなんとなくこれでいきます。はい、まあレベル的にも大丈夫と思う。一騎打ちだしょ。マルティナがあのサミダレ好きしてくれればいいんですよ。はい、これ余裕でしょ。いって損しちゃった。なんかドラゴンにおまけみたいな感じでね。さあ次2戦目や。これはねチョメとグレーグにしてみました。チョメなんか全体攻撃もできるしね。グレーグもオノ無双とかできるかと思ったけどちょっと失敗だな。これはベロニカの方が良かったね。覇王山でこうやってできるかなと思ったんですけどね。ベロニカのあれだったな、イオグランデだったな。結構強いね。灼熱山、まあ6手で倒せましたね。レベルのおかげですね。はい、褒美はこんな感じでした。じゃあどんどんやっていきますね。これでだいたい分かってきたね。天罰の杖ギリギリだったね、ある意味。はーい、挑戦メンバー4人。パレードだからシルビア出したいんだけどね。わかんない、いっぱい出そうだからチョメにしよう。魔法大合戦か。魔法はベロニカに任せるか。3戦目はマルティナとシルビアでいくか。こんな感じでいってみようかな。はい、本当攻略見てないからね。なるほど、これだからこれでいけるね。覇王山、オッケーオッケー、大丈夫。やばい、踊るなよ。大丈夫かな、こんなんで。やめてー。あ、マジックバリアか。よかった、チョメで。
おなんでマジックバリアなのイオラ唱えるんや。まあ倒せるからええけど、3手もかかっちゃった。10点以内か。うわー3体しかおらんじゃん。ブロニカ一応ガンガン行こうぜにしてるけど大丈夫かな。ヨグランド行け。魔力覚醒した方が良かったか。オッケー一発、さすがメロニカ。まあこれ余裕でしょ。一応ねシルビアにバイキルトさせよう。マルティナサミダレー、マルティナの方が早かったか。これシルビアどうしよう。やっぱ最後が強いから最後に、あーってあってよ、10点になっちゃったよ。これ11点だよな。やり直しとこう。もう一回やろう。はい、やり直しました。7手で倒しましたね。まあ、ちょっと時間かかってるけど、はい、じゃあ次どんどんやっていくね。次は何だろう。6人でやるのか。魅惑か。魅惑は魅惑対決でマルティナ、最後はベロニカ入れたいね。やっぱりベロニカが多分強いからね。ランタンカーニバルか。まとめて出るかなこれ。これで行ってみよう。3体か。まいったな。これもうダメだな。3手かかっちゃったよ。15手以内だからまだ大丈夫なのか。グレイグできたけど、あー分かれてるな。これは呪文が良かったな。これベロニカがいいかもな。ここちょめです。3戦目これでいこう。ちなみにね、こっからちょっと攻略サイトを見ました。このメンバーがおすすめですってやったから、これでやってみよう。セーニャはね、なんかここでザラキーマを使うんだって。ザラキーマ最後だからちょっと見てもいいよね。おお楽勝やな。これ攻略サイトすげえな。思い浮かばんわこんな。まあ、試してみる価値あるけどね。ちょめガンガン行こうへ。これギガブレイクでなんか機械だからこうやって倒すみたいだよ。いいね、サクサクじゃねえか。とりあえずガンガン以上。第一弾。いろいろ見れていいね。なんか第二の大冒険みたいやな。自分で考えてやるのもいいけどね。最初自分で考えてやった。で、二回目です、これ。実を言うと。で、ランタン。これもこんな感じで。ガンガンで行ってみるか。ピンクサイクロンでいいの？結構強いね、ピンクサイクロン。お色気上げとけばよかったな。でグランドクロスか。ちょっと残ってるけど、まあガンガンに行きましょう。これ余裕だな。15点以内。ちなみにここはね、ベロニカね、マダンテ使った方がいいみたいだよ。なんか知らんけどグレーグって書いてあった。おすすめ。まあちょっとヨグランテでいきましょうか。ヨグランテでも余裕だな。メラカイヤーするでしょ。ギラグレードレベルが上がりすぎてるからか。はい、こんな感じですね。
じゃあ最初はちょっと自分で考えたパーティーやって、2戦目はこんな感じでサイトを見た感じのパーティー構成にしてみようかな。そっちの方がなんかいい感じかもしれないな。はい。はい、次ですね。まず最初自分が考えたメンバーでやろうかな。メタルはね、カミュとグレイグでいいかなと思った。カミュは絶対入るね。最初これだっつね。ちょっと、サラキーマ使ってみよう。倒せるかな。いや、聖夜の出番ないか。なんか、一番右魔法カンタかかってないよね。大丈夫だよね。スライムつぶり、ね、ザキ結構効くよね。マジか。マジか。いっぱい出てきた。ザラキーマや。あ、仲間用だ。あ、どんどん増える、どんどん増える。あ、ベホーマ使われた。うわー、やっべ。ザラキーマ。効かないのかな、スライムには。ドルモーは。攻略サイト4の試練、これでやっていきます。書いてある通りにちょっとやってみよう。このキングスライムはめっちゃ苦労したよな。ほんとシルビアが主人公にバイキルト、仲間は呼ばれてもいいみたいです。でザラキーマでザコを倒すと、あ、これはね運が良かったパターンですね。キングスライムはあれなんですよ。主人公が剣の前で倒すっていうのがいいかもなーって感じ。で、次だね。カミュの会心必中。と、マルティナのね、会心の一撃で倒していきます。ザキ怖えな。あれば即死ガードがあればいいのかな。で次はここはねベロニカのマダンテを使うみたいです。魔力を解き放った、こんな感じですね。で次は殴り合いらしいですよ。グレイグがまず捨て身でアップさせて、これすごいね。自分でやらんで攻略サイト見たらめっちゃサクサクやん。でも次もちゃんと最初は自分で見たやつをやるからね。で次がね天下無双で殴り合いって書いてある。麻痺ガードつけといた方がいいらしいよ。10手で倒せましたね、第4は。次が最終試練かな。お尻たたき棒。20手以内。はい、これでやってみよう。3戦目はパンドラはマダンテ使って倒そうかなと思って。3体か。バイキルト使ってみるか。ピンクサイクロン。あ、そういえばこれ強かったな、結構。わー、仲間呼ばれるんか、これ。CPU に任せよう。どんどん増える。あ、倒したぞ。頼むよシルビア。火炎斬り OK。 4手で倒せた。楽しいね。でも自分でこうやって決めるのも。1匹だけかい。タコっていうからいっぱい出るかと思ったんだけど、
で、あとタコがいっぱい出るから、せいにはザラキーマ使おうかなと思ってたんだよね。ザラキーマで一掃して、倒そうかなと思ったんだけど。捨て身しとくか、一応。あ、仲間増える感じか。あ、そうやって増える感じだね。なるほど。せいにゃで当たってんじゃないのか、じゃあ。ほらほら。天下無双で真ん中のデンタタウルスを倒そう。真ん中はこのグレイグに任して、外堀はあんま聞かねえのか。困ったな。メカザルダンスすんの。マジか。マジックバイヤーだからあれか、物理系で来た方が良さそうだね。わあ、呼びすぎや。オッケー。パンドラでしょ。これはね、あの会心必中とベロニカのマダンテで行こうかと思ったんだけど、どうでしょう。魔力覚醒した方が良かったかな。やっべ。あ、良かった良かった。で、最後はね、勇者を出したいなと思ったんだよね。で、何か来たら嫌やから、ローさん入れてる。連携が使える。何が使える？ユグノアの子守歌使うか。どっちから倒そうか。サラマンダーから倒すか。これで眠らせよう。20体以内に倒せばいいかな。あ、結構食らうじゃん。いいね。あ、仲間呼ぶんか。マジか。予定外やな。やべえ、ローさんガンガンにしてた、そのまま。わ、グランドクラスつないちゃった。ゆぐのは意味ね。寝てる？大丈夫？あー、寝てた、よかった。当たって当たって当たって、結構強いのこのサラマンダー。あ、目覚ましたか。いや、もうガンガンや。回復戦でいいと。ギガブレイク使うんか、ガンガンにしたら。オッケー、いいね。あ、ローさん、ベホマンいらないって、それ。死んでもいいから、あなたも。まあ、仲間呼んだやつはギガブレイク、頼むよ。あー、足りねえ。あー、仲間呼ばれた。あー、終わったー。21手かな。あ、もうちょっとかかる。はい、じゃあ次ね、攻略サイト見たやつにします。全然ダメじゃねえか。23手もかかっちまったぜ。最後がグダグダだったな。マジでこれでオッケーなの？はいはい、いろいろもらえたね。あ、全部もらえた、もしかして。あ、簡単だったね、そうやってやったら。免許改善だって。あ、よかったよかった。攻略サイト見んでもなんとかできたわ。ありがとうございます。失礼します。あ、ちなみに今攻略サイト見たんだけど、1戦目がマルティナトロー、2戦目がカメとシルビア、3戦目ベロニカセーニャ、4戦目グレイグ主人公がなんかいいみたいですよ。